おはようございます。のりちゃんでございます。今日はですね、昨日の2月24日月曜日の読売新聞の朝刊をね、掲げていきたいなと思います。まあ、新型コロナウイルスとか、最近ちょっと流行りで、まあ、ちょっと不安になる記事がちょっと多いんですけれども、まあ、若い人がこれから勉強しようとかね、考えてる、大学に行こうとか、専門学校に行こう、奨学金を借りなければならないっていうちょっとお話をちょっと挙げていきたいと思います。でね、まあ、まあ、僕自身もね、よく僕新聞屋さんで働いてて、学生さんがですね、一生懸命働いて、まあ、大学通ってる子っていうのもね、何人か見てきたんですけれども、まあ、そういう若い子がね、やっぱり勉強したいんですけど、お金がないからいけないっていう、この状況っていうのはね、まあ、なるべく僕はない方がいいと思ってます。そんな人たちのための、制度としてですね、奨学金、自治体が肩代わりということでね、自治体が肩代わりということで、まあ、16、都道府県で、就労条件に、要は、まあ、自分のところ、の帰ってくる、まあ、地元、まあ、離れているというのもありなんですけれども、どっか大学に、まあ、勉強しに行くと。で、その時お金を借りますと。で、その借りた後は、そこの自治体で、まあ、働きますという、ちょっとね、条件を出しまして、そうしましたら、借りてきた、奨学金のお金は、もうその自治体が払ってくれますよ、ということです。はい。で、これってね、まあ、僕らの時代にはなかった話なんですけれども、まあ、地方の方で、まあ、どうしても労働人口が、少なくなってきていると。で、ぜひともそこで働いていただきたいと。いうことのちょっと願いがこもって、まあお互いにね、ちょっとウィンウィンになろうよっていうことの、記事でございます。はい。でね、この他にもね、今ね、ちょっと作ったんですけどね、探してたんですけど、なくなっちゃったんですけどね、勇敢でね、また派遣の仕事ですよね。これを、まあ、どっかの団体がですね、公共の団体が、まあ、やるということで、身分も、要は社会保障ですね。こちらの方もしっかり充実して派遣しましょうというね、地方の活性化という法案が、どん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 出てきてですね、まあ、現実化していっているっていう、状況でございます。まあ、もしよかったらですね、まあ、昨日の夕刊、朝刊まだ売ってるかとは思いますので、気になる方はちょっとね、読んでみてもらったらいいんじゃないかなと思います。はい。まあ、そうですね。18年度までに1747人。まあ、ちょっとね、考えてる方、秋田県なんか516人で多いですね。はい。兵庫県474人。ね、兵庫県なんかね、関西の人からしたら近いんでね、まあ、そういうのもいいんじゃないかなと思います。はい。まあ、そんな記事でした。はい。それではまたね、明日、明後日、なるべくね、更新はね、多くしていきたいなと思ってますので、よろしくです。それでは、バイビー。